サナギマンが成長するとベルトのゲージが頂点に達し、イナズマンとなるのだ。と思われたサナギマンはイナズマンに変身した。そして我らヒーローたちの仲間になった。だが新たなる悪の組織新人類帝国が現れた。そして帝王火炎ファイターは何を企んでいるのか。戦えヒーロー、負けるなヒーロー。世界に平和が訪れるその日まで。